このパーってさ、マジで FF8 リメイク来たとか、ゆうすけ的電気、全国のゆうすけ的電気ファンの皆さん、こんにちは。もう今日もいつもありがとうございます、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 ありがとうございますからのジャジャーン潰れてるガーナー、ガーナーエビちゃん、ご好評にお応えして再登場、クセになる味わいを期間限定でと、これカッパエビちゃんにチョコレートがぐんぐんかかってるんですよ。ハッピーてってれん、もう完全にチョコがけです。これは美味しいです。いただきます。うん、あ、安定の、うん、チョコ、あ、うまい、うん、いいおやつになります。カッパエビセンの味もほのかにしつつのガーナチョコのこの甘みがね、いいですね。このパーってさ、マジでFF8 リメイク来たとか来たからさ、ずーやったとか思って見てたらさ、こうファンが作ったこうファンアートだったんですよ。基本的にファイナルファンタジーは8が結構好きなんですよ。7も好きなんですよ、クラウド。でも8のスコール、こうだっけ、こうなんか、あの学校学生でそのままこう戦っていくスコールと、でも名前とか全然忘れても出るな、うん、ファイナルファンタジーをちょっと最近やりたいなと思いつつの、セブンイレブンにお手軽あなたのソース焼きそばっていうのが、あなたのソース焼きそば、あなたのとか俺のフレンチとかあなたのとか最近多いよね。だから俺のユースケ的電気とか、そんなんでしょ、僕のユースケ的電気とかにしようかな、うん、名前をね、そういう風にした方がいいかもしれないね。ファイナルファンタジー系のさ、リメイクがどんどん出てるのに絶対7はしないみたいなさ、意外と7、8、9っていうのはすごい面白かったんですよ。あの9のあのちょっと今までリアル思考だったのがちょっとアニメチックになったでしょ。麺系はね、ローソンのレンジでチンするあのちゃんぽんが好きなんですよ。すごい美味しい、あれ、あれがどこのちゃんぽん屋よりもうまいとか思うのは僕だけでしょうかね。このソース焼きそば、うん、昔ながらのあの屋台のうん、夜店とかのあたりの店、この店うまいみたいな、そういう感じがします。刀なのか鉄砲なのか分かんない武器を使ってたじゃないですか、スコールが。で、あれ誰だったっけ、サイファーやったっけ、リノアは柔軟剤か、リノアかな、あの女の子がこうピッてこう、あれもリメイクしてほしいね。今の綺麗な画像で、ちょっとこうワクワクさをもう一度こう味わいたいなとか。あれぐらいならでも今は普通のこの iPhone とかでできんじゃないの、そう思うんですけどね、うん、美味しかった。ということでデザートはレアチーズケーキ大福、うん、北海道産のチーズを使ったレアチーズケーキ大福でございますから、中にレアチーズケーキが入っています。もうネタが尽きてきたのか、うん、いただきます。うん、皮だけ売ってほしい、中のレアチーズケーキいらない、皮が欲しいな、これは、うん、中身は分かんない、チーズケーキが出てこないから。ということで、まあロッテとガーナさんのカッパエビセン美味しいということで、これを見かけたらね買ってみてください。ということで、さようなら。